わらず仲がいいのね。最近ちょっとずつ仲良くなってきたんだ。お姉ちゃんのバンドはそういうところ行かないの？まあたまにかしら。もっとみんなでいろんなところ行けばいいのに。いろいろあるのよ。それに別に仲が悪いわけじゃないし。まあいいや。でさ、考えてたんだよね。私のきっかけってなんだろうって。きっかけ？そう、ギターを始めたきっかけ、それはお姉ちゃん。お姉ちゃんがきっかけでギターを始めてパスパレに入って。私は何でもできちゃうから、どうせパスパレもすぐ飽きちゃうかななんて思ってたんだけど、でもさ、パスパレに入ってからはできないの連続。それにいろんな事件があって本当に飽きないんだよね。トラブルはそんな風に危機として話すものじゃないわよ。私はできても他の人はできないことってたくさんあるんだって分かった。他の人がいないとバンドってできないものなんだって分かった。私はパスパレに入って他人の存在を意識するようになった。それがきっかけで他人が大好きになった。私は変わった。それは全部の元をたどればお姉ちゃんのおかげなんだよ。ヒナ、あなたがギターを始めてあっという間にあなたは私の実力に追いついて、私にはそれが苦痛で仕方なかった。お姉ちゃん。でもあなたがギターを始めたことで私はもっとギターに打ち込むことができた。さらにロゼリアにも加わることができた。私にとってもあなたはきっかけなのかもしれないわ。そういう意味では私はあなたに感謝してる。ありがとう、ヒナ。うん、私もありがとう。お姉ちゃんのギターの音、前と比べてすっごくキラキラ楽しそうに聞こえる。前はもっとキューってしてて、なんだかちょっと窮屈に聞こえたりもしたけど、私の音が変わったのはロゼリアでの経験があったから。私は今のお姉ちゃんが前のお姉ちゃんよりも好きだよ。だからロゼリアにもありがとうって言いたい。変な子。変な子なのは前からだもん。ね、お姉ちゃん。何？今の私たちって前より仲良しだよね。どうかしら。いいんだ、私にはわかるよ。今の私たちはルンってしてる。ヒナ、あなたは私のきっかけなんだから、勝手に飽きてギターやめたりしたら許さないわよ。お姉ちゃんこそ勝手に諦めたりしないでよ。そんなことするわけないでしょ。それでこそ私のお姉ちゃんだよ。